法歴歴。1755年版。国立科学博物館の展示。法歴歴は、かつて日本で使われていた大陰太陽歴の歴法である。正式には、法歴機能への N 原略という、以下、和歴の日付は旧歴表示、西歴の日付はグレゴリオ歴表示である。法歴5年1月1日に上京歴から改歴され、 完成9年12月30日までの43年間使用された。完成10年1月1日、完成歴に改歴される。新朝の歴法が、実は、イエズス会の宣教師が伝えた技法を採用していることを知った、将軍、徳川吉宗は、キリスト教色を排除した形で、西洋天文学を取り入れた歴法を採用したいと考えるようになり、 その意向を受けた、西川忠し渋川則康らの手によって、改暦の準備が始められ、仙台藩の戸板穂、雄、新城藩の安島直信も協力した。しかし、吉宗の旧市と幕府の天文方に、政治力がなかったため、朝廷の恩苗を土見門安国に主導権を奪われてしまった。その結果完成した歴法は、 状況歴よりも劣ったものとなり、法歴13年9月1日の日食を外してしまった。さらに、この日食は、浅田豪流をはじめ、薩摩の磯英州営、土佐の川谷胸貞、京都の西村東里、蘇我部博子書仙台の戸板穂、優、大塚寄光、高橋道蔵ら、多くの民間の天文家が予測しており、この歴法の欠陥がアラあとなってしまった。 このため、幕府は、明和元年に、佐々木文次郎に補い歴御用を命じ、明和8年から修正された暦が使われた。このように、急遽修正された法歴歴だったが、安永2年、同4年及び、天明6年におけうるう法の原則としてあっては、ならないとされていた、中期が含まれる順月が発生してしまうなど、不具合が多かった。騙し騙し使っていたものの、 先の暦である、状況歴よりも出来が悪いという評価は覆しがたく、日本中で様々な不満が出て、改歴の機運は年々高まっていくこととなった。結局、幕府や朝廷は不満の声に講しきれず、改歴を決定した。評判の高かった天文学者の高橋義時を登用し、完成歴が作成され、法歴歴はその役割を終えた。ありがとうございます。